様こんばんは、レイナです。今日はメールでね、よく留学のことについてご質問を受けるので、そのことについて皆様とお話ししてみたいと思います。特に今日のトピックはワーホリを使って留学したいと思ってるんだけど、どう思いますか？そう、そのことについて私の意見を皆様とシェアしたいと思います。まずはじめに、ワーキングホリデーっていうものは、ワーキングホリデーっていう名前がついているので、そう、働くためのものなんだよねって私は思っています。っていうのが、学生ビザでもちろん留学することは可能でしょ。だけれども、学生ビザではお金を得てはいけないっていうルールがあって、もちろん何人学校に入って特別なルールがあったりとかするけれども、基本的には学生ビザで滞在する場合、留学する場合は収入を得てはいけませんっていうルールがあります。そしてビジタービザでね、他の国は分からないけれども、カナダだけに絞って言ったら6ヶ月間の滞在ビザがもらえるのね。で、その間に学校に行くことが可能と。でも、その間ももちろんお金を稼いではいけないっていうルールがあります。そこでね、たくさんの人がね、ワーキングホリデーで来れば仕事もできるし稼げるし学校も行けるし留学もって思うことが多いみたいなの。だけれどもね、ワーキングホリデーなの。日本でホリデーを取ってカナダで働きに来るっていう考え方なのか、なんていうの、カナダでホリデーしながらワーキングしちゃおうかっていうアイデアなのかわからないけれども、基本的にね、働くためのビザと思ったら私はいいと思うの。っていうのが、12ヶ月間、1年間フルに働けるビザっていうのはね、なかなか取れないの。実際ワーキングビザっていうのは本当に難しいし、あと他に学校とかを卒業するとね、プラクティカルビザっていうのがあるのよ。あの、学校で学んだものを、あの、それ以降にきちんと使えるように政府がくれるの、チャンスを。私たちにここで働いてもいいですよっていう。で、そういうのはもちろん学校によりけりで、みんながみんな学校行ったからもらえるっていうわけでもないわけで、だからね、このワーキングビザっていうのはね、一生に一回、カナダはね、他の国はわからないよ、だけれども一生に一回12ヶ月フルで1年間働けるチャンスをもらえるビザだと思うと私はいいと思います。でね、なんでこの話を先にしたかっていうと、私が知ってるワーキングホリデービザ所持者でカナダに滞在する人のね、大半がね、こうやって言うの。留学したいんだけど費用がないからっていうお話をしたら、ワーキングビザだったら海外に行って働く権利もあるから、それを使って留学すればいいよって勧められたっていうパターンと、3ヶ月間とりあえず英語の学校に行って英語すればどうにかなると思うから、その後働こうと思ってワーキングホリデーを使ったんだっていう人が大半なのね。だけども実際どうかっていうと、大体の人たちが3ヶ月間もちろん学校行くよね。で、その後費用がないから働くことになるでしょ。でもそこでたくさんの人が気づくの、英語力が全然足りないって。で、それが理由で結局自分が働きたいと思ってるところで働けなかったりとか、結局日本食屋さんで働いて日本語の環境になってしまったりとか、まあ、もちろんね、あの、英語環境でもある場所もあるんだけど、でもそこで英語がままならないから英語で会話することもできないっていうことで、すごいジレンマになってくるの。学校行きたいけど費用がない、英語も伸ばしたいけど学校に行けない、だけどそこでワーキングホリデーがあるからって言って稼ぎ始めたけど、結局生活費に全部出ちゃって学校に行く費用がないとかっていうことでね、たくさんの人がね、生活に焦りを感じるので、そしてね、英語にももちろん焦りを感じて、どうしようどうしようってなるんだよね。で、それでね、ビザが終わる頃になってね、なんとなくやっと英語に慣れてきたなと思った頃には、もうワーキングホリデービザが切れてしまうっていうね。で、そんで次にもっと伸ばしたいんだけどどうしようって言った時に、結局伸ばせるビザって言ったら、ラッキーな人、例えばご両親とかがサポートしてくれる人の場合は、学生ビザに変えて学校に行くっていう形で滞在を伸ばすこともね、できる人もいれば、そこでビジタービザに変える人もいるわけでしょ。でも結局ビジタービザに変えても費用が足りないからっていうことの解決策にはならないわけじゃない。なぜかと言ったら、ビジタービザはね、名前でビジタービザね、旅行者のビザなわけでしょ。だから仕事することはいけないの。だけどもちろん、ここだけの話、アンダーで働いてる人もたくさんいるみたい。だけどそれはね、いいことではないから、それがやってもいいんだとか思っちゃダメだよ。分かった。私は基本的に違法でどうにかしてこっちに滞在するっていう方法は最終的に足がつくから絶対におすすめはしません。 OK？ でも、まあ、もちろんね、そういう滞在する人もいるでしょ。でも結局ビジタービザを何回も何回も続けてこっちに滞在することは不可能なの。移民局もなんかおかしいなと思ってきたりとかもするから。ということでね、もし英語を学ぶためとか英語のためにね、留学しようと思うんだったら、ワーキングビザは
じゃない、ワーキングホリデービザは使わないことが一番です。っていうのがね、なんでかって言ったらね、まずはじめにさ、英語を伸ばしてから自分の英語力を 100% 使って1年間働ける時にね、それを利用した方がいいと思うの。だって人生に1回しかワーキングホリデービザって取れないわけでしょ。カナダはね、他の国はわからないよ。でも多分他の国もそうだと思うんだ。オーストラリアはなんか2回取れるとかって噂も聞いたけど、私は定かじゃないけれども、私は基本的にワーキングホリデーで留学することはおすすめしませんね。あと、そう、まだあるのよ。それプラスね、中には、費用をとりあえず持ってきてる人もいるの。だけど、働けたらいいなと思って、ビザ、ワーキングホリデービザを申請してくる人。で、そうするとね、結局こういうことになるの。半年間じゃ学校に行きました。で、そうすると、ワーキングホリデービザが半年間しかないから、なかなか就職が決まらないと。なんでかって言ったら、就職先もそんな入ってすぐに辞められたら困るから、ワーキングホリデーの時間が長い人をこう、もちろん好んで取るわけでしょ？中には学校行きすぎちゃって、あと3ヶ月しかないとかっていう人もいるわけ。で、それで結局働く機会を逃してしまう人もたくさんいます。費用がないからワーキングホリデー、わかるんだ、わかるんだ、そうやって思ってしまうのも、だけれども、ちょっと、日本で落ち着いてお金をきちんと稼いで費用を確保してから私は留学をして、その後に自分が得た英語力を利用して働くためにワーキングホリデーを申請して滞在を伸ばすっていう形で利用した方がいいと思います。そしてちょっと順序バラバラになっちゃってごめんね、メモ通りに進んでないから。あのね、こういう理由でワーキングホリデーを利用しようと思ってる人もいるみたいなのっていうのが、日本で英語を勉強するのにもう疲れちゃって、もう海外に行けばどうにか英語伸びるだろうと思って、だからもう今費用がないし、学生だったりとかするとね、だからワーホリで来ちゃおうって。あのね、こっちに来ても勉強は絶対必要だから、結局同じことなんだよね。日本でできる勉強をわざわざカナダでワーキングホリデーを使ってとかね、費用を使ってカナダで勉強するよりもね、日本でできることは日本語使って学べることは先にやってきちゃった方が、やっぱりね、これ何回も他のビデオで言ってると思うんだけど、海外生活がね、有意義になるから、できることは日本でやって日本で準備してきた方がいいですよ。で、ちょっとずれた話も入っちゃったけれども、どう思いますか皆様。中にはね、これを見てる人でワーキングホリデーを今から申請しようかなと思ってる人いるかもしれない、留学するためにね。中にはもうワーホリ使っちゃって帰りたいけど帰れないっていう人がいるかもしれない。もしね、何かコメントがございましたら下に書いちゃってください。あ、危ない、忘れるとこだった。あのね、もちろんね、例外はあるんだよ。ワーキングホリデーを使って留学するの全然大丈夫だよっていう人ももちろんいるの。っていうのが、例えばさ、もうこれ以上年齢が上がってしまったらワーキングホリデーが取れない人はもうね、使わないと損だから全然気にしないでワーキングホリデーを利用して留学するなり旅行するなり、どんどん使っちゃっていいと思います。そう、そしてあと、例えばもう本当にね、もう本当にね、絶対にカナダにまた戻ってきたいと思わないとかね、働くチャンスなんかもうこれだけで大丈夫ってね、心を本当に決めてる人は使ってもいいと思います。だけどね、年が若い人には私本当に言っとく、もしかしたら後々やっぱりもっと滞在したいなと思ったりとか、また帰ってきたいなと思うかもしれないっていう、このちっちゃな、なんていうの、確率のためにも、やっぱりワーキングホリデーは最終で学んできた英語を、ね、実践するためにとかっていう方法で利用する方が私は効果的だと思うからね。だけど決断を下すのはみんなで、私は私のアイディアをシェアすることしかできないので、ちょっとでも、あ、そういう考えもあるんだって受け入れてもらえたらいいなと思います。もちろんね、ワーキングホリデー使って留学するしかもう手がないからっていう人もたくさんいると思うの。留学とか海外にいる時はもうとりあえずそこで満喫しないと意味がないからね、どんどん外に出て、どんどん日本でできない経験をして楽しんでください。そしてその経験がこんなことしたよとかっていうのがありましたら、もちろん下に書いちゃってください。それも付け加えておきます。そしてあのね、私メールで個人的に質問をいただくんだけれども、こう皆様にお返事がね、メールでできないので、このようにたまにビデオでいただいた質問の Q&A みたいな感じの動画を作っていこうと思うので、もし何かありましたら下に書いちゃってください。
でも全てにお答えできるかどうかは分かりませんので、そこはご了承くださいませ。ということで今日はワーホリを使って留学しようと思ってるんだけど、そのことについてレイナさんはどう思いますかっていうことについてお話をしてみました。何かプラスになることがあればいいなと思いますということで、では次の機会にお会いしましょう。レイナでした。またね、聞いてくれてありがとね。